おはようございます。おはようございます。本日はカホとママで Get ready with us みんじゃないの GRWU をしたいと思います。今から街にちょっと出かける用事があって準備をねするところを動画にしようと思ってるんですが、ママは今お風呂上がりたてです。わー、もうすっぴん。 Oh my goodness guys、 どうしようか迷ってる。すっぴんをこのまま晒すべきなのか、スタンプをして隠すべきなのかはちょっと編集の時に考えたいと思います。わっ、もうこうやって喋りますね。すっぴんなんで。ちょっとやめて、まず最初にすることは服を着替える。服をそう、ママもね最初に服を着替えるんですよ着替えるんですよ。なんでかっていうと化粧が洋服についちゃうと嫌だからね。ママは服を選びに行く前にマスクします。何それ、めっちゃ何それ。母ちゃんはしないの？私着替えてから。でママもちょっと服を着替えてからします。今日はじゃあちょっと洋服取ってきます。Soon after 着替えてきましたよ。母ちゃんは今日はなんかちょっとスポーティーな感じですね。ダボダボなズボンに、ピタッとしたタイプの上、こっちの人が好きそうな格好ですね。What? ちなみに上がサイダーだかシダーだかで、下がアリツヤですね。イエー。ママはダボっとしたタイプのセーターが好きですね。なぜならお尻も隠れるし、お腹も隠れるし、全部隠れるからね。で、髪の毛ちょっと乾かしました。これつけます。ヘッドバンドみたいなやつ。カナダはね、めちゃくちゃ冬乾燥、いつも乾燥してるんだけど冬も乾燥してるんで、まず朝用マスクからつけます。私もマスク。ママのやつはしっとり、パパのやつはさっぱり。泥棒みたいになってるけど大丈夫。ママね、昨日ちょっとお風呂入んないで髪の毛の間で寝ちゃったからすんげー乾燥してんだよね。ケーキになっちゃうかも。ケーキっていうのは何だろう、ガタガタガタってこうファンデーション塗った時に割れちゃうやつなんだけど、ほんとね、毎日お風呂入った方がいいですね。あなたが言う？いやだから入ってないからそうなっちゃうかもって。60秒でいいらしいよ。見て、私の方が全然高い。そんなことない。えいよえいよえいよ。ほら見てて、鏡見て。いや、ママの方が高い。いや、私の方が高い。まあ、私、ママの方が高い。私の方が高いです。えいよ。6分になった。本当だ。そしたらこれを取って、だってすっぴん見せれるのかしら。折って、折ってなんか拭き取るんだって。なんかそれをしたら洗顔しなくていいって書いてあったよ。そうじゃない。拭き取る洗顔しないでしょ。え？拭き？拭き？なんで笑った？唇がめちゃくちゃ乾燥してるんで、リップ最近使ってるのはこれ、なんたらかんたらですね。はい、口だけ写して。いい、何それ。え、母ちゃんは？キャー、関節キスをしたわ。ドキドキした。カサカサすぎてここに皮膚がついてここに皮膚がついてついてないよ、見えないよ。見て見て見て、見えない見えない。見えるよ、なんか変な感じ、ゾロゾロしてる。次ママはミートクリームいきます。あれ、俺とした逆だった。私はもうなんとかかんとかなんとかかんとか、日焼け止めが入ったクリームね。ママはもう乾燥がひどすぎるんで、一回セラミドを入れといてからの
ママもセラビンの保湿日焼け止め、指3本分ってよく言うから指に3本乗せて、こんな感じですね。で、ママは乾燥のせいもあるんだけど、もともとなんか多分皮膚の皮が薄くて顔がめちゃくちゃ赤いんだよね。はい、私は塗れたので、今からこのこれ、ちょママの話ちょっと途中でカットしないでくれる？わっ、行きたいと思います。で、ママは顔がその赤いから赤いのを隠すためにエレガンスの緑色の化粧下地塗っていきます。これにも UV 入ってます。色がついてるから、うん、コンシーラーっぽく使ってます。適当なところ。3本ですね、やっぱりママは赤いのが欲しいところに塗っている感じ。ちなみに化粧誰にも習ってないので独学です。なので参考にする感じじゃなくて一緒にお化粧する感じでお願いします。結構ヒゲが生えてるよ、大丈夫？で、ママはここまで来たらファンデーション塗ってきます。最近使ってるファンデーションはこれ、チャンネルのウォーターなんたらかんたら、気に入ってます。ちょっと薄い感じになるんでね。前までねこっち使ってたんだけど、これもすごいいい。でもなんかめっちゃ塗ってる感があるんだよね。そうなんだ。母ちゃんがママめっちゃ塗ってる感あるから薄いのに変えたらって言って買った。一緒に買いに行ったじゃん。そうだよ、覚えてない？ウィーン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 とね。で、ブラシでピッて取って、こんな感じでできますよ。母ちゃんはね、まだね、若くてお肌が綺麗なんでファンデーションしないんだよね。NO！ ファンデーションするとやっぱちょっとやりすぎ感があるんで、自然な感じにしたいんで、これじゃ気に入ってるよね。イエロー。一体何なのか分かんないけど、それがマスクフィットトーンアップエッセンスティンティッドプライマー UV カットティルティルだそうです。で、ちょっと光るからこのティンティッドプライマーなんとかかんとか、うん、だからこのなんていうやつ、後ろに素肌記念日サナサナ素肌記念日スキンケアパウダーだそうです。これをね全体につけちゃったらねケーキとかになる。だからこれを取って手にこうやってやって独自ですねここら辺にトン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 ってする。ファンデーション塗るとまあ別に結構顔出ししちゃってもいいかなって自分の中で思ってて、この赤ら顔がね嫌なんだよね。ファンデーションなんかこう塗ったか塗ってないか分かんない感じなんだけど、一応こうちゃんとカバーされてる感じにチャンネルのやつはなりますね。なんでチャンネルなの？え、英語で言うとなんて言うの？シナ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 って言うそうです。シナルシナル、まあ言えないですね。できたよ。ママもファンデーション塗ります。私ね、これ終わった後ね髪の毛に行っちゃうね。で、ママはココナ塗ります。でもなんか今日なんか髪の毛染まってるくない？何もしてない。シルクだから。枕カバーをシルクに変えたらすごい髪の感じが朝起きた時いいんだよね。そう、あと昨日髪洗ってない。だそうです。毎日洗わなくていいんです。なぜかっていうとカナダ乾燥してるからね。日本と違ってそんなにこうもわっとしないから。ちょっと待って、ママのこの見て、ここ白髪やばく、なんで見せるの？ママの化粧の仕方はめちゃくちゃ古いんですよね。その化粧の仕方がなんか自分には合ってるって思うんで、まずアイライナー、太めのアイライナーしていきます。えいよ、ちょっとヒートプロテクタントでママの顔がピンとこのね、ママの顔がえいよ、リファロックオイルって書いてあります。
らしいです。これを手につけて伸ばして髪につけます。ママ、まず太いのでアイライナー入れました。そしたら次もう一個細くて濃いやつでその下にアイライナー入れます。なんか今の子たちはあんまりしっかり目の周り囲まないらしくって、囲むとなんか古く見えるって言われるけど、端っこだけみんなつけるんでしょ。ここだけピシッ。アイライナーね。そう。でもママは囲まないと目がちっちゃく見えるから囲むのが好き。そして最後にリキッド3層にします。アイライナー、アイライナーじゃない、アイフォンやっていきたいと思います。こんな感じ。みんなアイライナー最後にするんだよね。ママ最初にしちゃうんだよね。私は意味がわからない。まつげを巻いてからアイライナーをするっていう、できないの。まつげこうなってるから。そうそうそう。なんかみんなこうアイライナーをくっきり見せたいから最後にのせるみたいなんだけど、ぼかしてなじませたいから最初にやっちゃう。アイシャドウ、マキアージュですね。何から取ったの。は？いや、だってカオが使ってないから、じゃあママが使ってあげようと思って。最近どうなのよ、カオ。え、何が？いろいろ。へぇ、大胆。大胆って何？ママの質問が大胆なの。うん。白をいろんなところに、乗せるところに乗せといてからのピンクを乗せてからの薄茶色を乗せてからの最後に濃い茶色をアイライナーとこうなじませる感じが好きです。え、巻くのマジで。あ、かわいい。うまくできないんだよね、両方に。どうですか、ピンと違いますか。なんか語り始めた。そしたら次、ママ眉毛描いていきます。眉毛ね、割としっかりあるんだけど最近薄くなってきたんだよね。ちゃんと描かないとダメ。昔は描かなくてもよかったけど。なんか右と左が違うんだよね。ちゃんとしたいんだけど、なんかどうやったらちゃんとなるのかわかんない。誰か教えてください。どっか行ったらいいのかな、眉毛サロンみたいなところ。ああ、行っちゃう。でもなんかこっちの眉毛サロンめっちゃ濃くされそうなんだよな。日本に帰った眉毛サロン行く、これ二人で。私も。いや、興味ない。綺麗に形、右と左同じに整えてもらってさ。私結構同じだと思う。自分でやってんだよね。うん。どうすか、かおちゃん。めっちゃ目力結構長いよ。あー、そうそう、眉毛ね、そうそう、切った方がいいんだよね。年取ってきてね、こう一本一本が長くなってきて、こうおばあさんみたいにこうなってきたんだけど、めんどくさいから言ってチーク入れます。なんかチークいろいろ買うんだけど、結局このね、オレンジ色のチークが好きなんだよね。もうこれすんごい昔から思ってるんだけど、この色がやっぱすごい好きで、結局いろいろ行ってもこれに戻ってくるっていう。もうこれ何年前から使ってんだろう。私が子供の時から持ってる。そうなのよ。今日結構ラフな感じにした、格好に合ってる。よいしょ。 OK。 アイロンかけると汗がかかる。そうなの、暑くなるよね。で、私は、うん、あ、ママもビューラー。すげえ。そうか、そのビューラーで。こちらのビューラー。猫、猫さんの形見せないと。イエーうわちょっと鏡見えないっすね。こっちだな。ママとカホはビヨーンってするのが好きね。そう？割となんか立てると思う。私もいいかな、これで。母ちゃんもうビューラーするだけで何もしないんでしょ。そうだよ。マスカラも何もしないんだって。しないよ。ママはね、最近まつげが薄くなってきて、量が減ってきたんだよね、年取って。だからやっぱりマスカラつけてちょっとボリュームをね出したいんだけど。優しいチークです。ちょっと
待って、可愛くセッティングをちょっとね。何可愛くセッティング？よし、オッケー。このチークです。エッセージュードラブリークッキーブラッシャー。つけないんだよね、もっと。こんな、ここについてるので十分。あんまりいっぱいつけたくないんだよね。そう、これ完成です。ほぼいいって言われた。つけすぎたらさ、学校の子たちがこのマジックつけてるよみたいな感じになるから。最近バージョンは、そう、学校にあんまり派手な格好してきたくないんだよね。目立っちゃうから嫌なんだって。ママはビュー、マスカラします。なんかね、ランコムだとかね、資生堂だとかね、なんだとかかんだとかいろいろ試したんだけど、結局これにくっつくわけですよ。ヒロインメイクって、あのプチプラのやつ。なぜならパンダにならないから。結局ランコムのやつとかもすごいんだけど、時間経つとなんかママ結構脂が多いのか、目の下が真っ黒になっちゃうんだよね。これ茶色なんですね。ダークブラウンにします。なんか何？うわ、本当はつげないね。本当はつげないね。本当はつげないね。ちょっとそんな言わないで。昔はね、ここちゃんぐらいバサバサにあったんだよ。そんな感じになっちゃうか。おばさんになったらね、気づいたらどんどん減ってって、髪の毛もなんだけど、こんなに薄くなっちゃったわけ。でもいい感じでしょ、ほら、マスカラつけると。うん、次私です。最近で最近で最近でこのロマンドのリッチーコール9番。私ね、口紅をね、どうやってつけるかわからないんだよね。どうでーす。いくよ。ママどう？リップライナー？リップライナーでね、輪郭取らないとね。ママね、ちっちゃい頃ここからこけて、この山がなくなっちゃったんだよね。だからね、山をね、自分で描いてあげる。どうですか？こんな感じでね。でもちょっと今日、昨日お風呂入って入らなかったから、唇も顔も乾燥しまくりでやばいです。で、これもロマンド。ロマンドのね、ウォーターティント。かんちゃん、つい使わないって言うから、色がちょっとバカ臭いね。なんでママが使います。どこ臭く、ママも唇の塗り方よくわかりません。適当で、かんちゃんはこっから終わったアクセサリーは？おいおい、ママはね、アクセサリーつけないんです。なぜなら金属アレルギーがあってですね、汗かくとここがブチュンってなっちゃうんだよね。これつけて、私のために。自分でつけれないの？今日つけるのは、カンキチャンネルさんにもらった毛。何の毛ですか？カンの毛。カンの毛なの？え、違うの？ケイタ君のケイの方が、ケイタ君のケイの方が。誰ケイタ？ケイカホン好きな人。聞いたこともないわ。カホン好きな人。へいないよ。デピアス？今日は何？星型です。かわいい。髪の毛も最近さ、なんか白髪が増えたら、なんか一本一本の毛がなんかハラミみたいに硬くなっちゃって、言うこと聞かないんだよね。なんか髪の毛に文句言ってる人がいる。かつ白髪を染めるなんかシャンプーみたいなのしてんだけど、この間間違って黒買っちゃったんだよね。ママもともと地毛が茶色いのよ。こっちだけ黒くて、この辺地毛は茶色い。でもそれいいじゃん、なんか染めてんのみたいな感じ。
そしてもうクセっ気だからもうなんかどうしていいんだかわかんないね。うん、適当ですね。鼻毛穴が、うん、鼻毛鼻毛鼻毛だから。え、帰ったそれで準備全部 OK？ いえ。どこに行くんですか今日？え、どこ行くの？住んでます。わー！ OK！ こんな感じかな？できました。親子です。ちょうどこれ見て、このどんどん中広くなるんだけど。ね、上げてる。ほら、やばくない？これ。前髪作りたかったんだけど、カフちゃんみたいに美容師さんに言ったら、いや前髪がないですからねって、全部横髪から入ってるんで前髪作るの難しいかもしれませんって言われた。ショックじゃない？前髪がないって言われた。これでね、かかとの高い靴が、じゃあ行ってきます。